なんかインパクトゾーンを長く長く長くってよく言ってたのが今日解決しました。ああなってるなってる、ああなってるなってる、確かになってる。これめちゃめちゃライン出ます、出そうですもんね。完璧です。うっそー。ゴルフ業界を盛り上げよう、ということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は小沢コーチに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは、はい、コントロールショット、いわゆるライン出しっていうことなんですけれど、はい、スコアを60台を出したいなと思っていて、うん、となるとピンを刺していかないとバーディーチャンスに来ないわけなんですよ、はい、だからライン出したいなと思ってるんですけど。僕も出したいですまあこれをやっていくとラインが出やすいっていう指標になるものがあるので、はい、それをちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、はい、お願いします。はい、はい、じゃあちょっとこうラインが出てる選手のフォローの形とかをちょっと思い浮かべていただきたいんですけど、はい、一番僕がイメージしやすいのはコリン・モリカワとかなんですよ。アイアンビタビタ来るじゃないですか、はいはい、あとまあスピースとか、はい、その辺かなと思うんですけど、はい、インパクトしましたと、はい、でフォローでバーンとこうやって抜けてきた時の、はい、フェースどこ向いてますかって話なんですよね。へえ。こういう選手と、はい、こういう選手いるんですよ。はいはいはい。でインパクトしてフェースこっち向いてるっていうことは、はい、ここからめちゃめちゃこうやって回転してるんですよ、ね、はいはいはい。でコリン・モリカワとかは全然回転してないんですよ、こう。はい。でラインが出るっていうことはフェースが、まあ、インパクトゾーンが長いみたいな言い方もありますけど、うんうん、ターゲットを向いてる時間が単純にインパクト周辺で長いスイングした方が、そうですよね、ここで当たってもここで当たってもっていう話になるので、はいはい、タイミングのズレに対して許容が高いというか許されてるスイング、うん、でフェースが開いた状態から入ってきてガーンって返っていくスイングだったら、はい、タイミングのズレに対してものすごい敏感なスイングっていうことになっていくんですよね、はいはいはい、なのでライン出しコントロールショットっていうのをするのであれば、なるべくこのインパクト周辺のフェースの回転っていうのが少ないスイングを目指した方が基本的にはこうラインが出やすいって考える。そうですね、その通りだと思います。それはイメージできます、うん、はいはい。じゃあこのローテーションの量を減らすっていう方法が、はい、まあ2つ3つぐらいあります。え、あるんですね。あります。よかったです。あのまっすぐが長いといいんだよしか教えられないで、そのままじゃあとやってねっていう感じだったらどうしようかなと。ありました。あります、あります。よかったです。じゃあちょっとアイアンを持っていただいていいですか、はい、手を返すとか返さないとかっていう話題ってずっと絶えないじゃないですか、はい、絶えないですね。で、返るんですよ、うん、手って、うんうんうん、こうやって打つわけじゃないので、はい、どっかでリリースはこう発生してくるんですけど、これは手が返ってリリースはしていくと、うん、でこの手が返るっていうのとフェースが返るっていうのを結構みんなごっちゃにして教えちゃったりしてるんですよね。あ、はい、手が返るイコールフェースが返るみたいな、え、だと思ってましたですね、はい、手は返ってもフェースは返らないっていう使い方をしてるのが彼らなんです。何それ、ちょっと聞いたことないです手は返るけど、はい、フェースは返さない、はい、だってそもそもこの手ってなんかフェース面をこういう感じながらみたいな感じじゃないですか、うん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 、もう返っちゃったら返りそうですけど。そうですね。じゃあそこを整理すると、はい、整理すると分かってきますね。なるほど、はい、まずちょっとスプリットでこう持っていただいて、はいはい、で手をクロスしたり、うん、開いたり、これがリリースで起こる一番大きい運動なんです。はいはい、え、はいはいはい、はい、これ手が変えると表現していいと思います。はいはいはい、はい、じゃあこれとフェースのこれって別問題なんです。別問題だ。それはそうそうそう、返ってないですね、フェースは。そう、別にこれ返さなくて使えるんですよね。
返すって何やってるかっていうと、はい、開いてて、うんうん、手クロスしながらさらにこれも入れちゃってるっていう、確かに、はい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 、状態なんですよね、うん、それむしろ逆にしたいんですよ、はいはい、こっちにクラブ腕が開いてる時にフェースがちょっと閉じてる、うんうんうん、で手がクロスしたこっちはフェースを開く側にこう使うっていう、うん、そうそうそう、腕が開いててフェースが閉じてるっていうダウンスイングと、はい、腕が閉じててフェースが開いてるっていうフィニッシュを作ると一番インパクトゾーンが長いっていう状態になっていくんですよね、はいはいはい、なるほどでもそれはそうですね。でこれ右手の形だけちょっとじっくり自分のを見ていただくと、はい、閉じてる状態って反ってる状態です、うんうんうん、手の甲側に反ってます、はい、で開いてるってこっちの丸い状態です、はい、なのでダウンスイングの時に反ってる状態、まあ出前持ちとかよく言うじゃないですか、はいはい、出前持ちしてそのまま反った状態キープして入ってきて、でインパクトからこっちに丸くする方向にこうやって振り抜いてあげれば、はいはい、あーはいはいはい、これ一番フェースローテーションが少ないっていう状態になっていく。なるほどなるほど、まあこういうイメージでボール投げる感じで、そうそうそう、うんうん、スナップは反った方から丸くなる方に使ってあげるっていう、この手の返し方だったらフェースは返らない、でもこの手の返し方だったらフェースは返るっていうことになる。だから手の返し方次第で手は返るけどフェースは返らないっていうのはできるようになるっていう。なるほど、すごい、離して持って反って、反って、そうですね、当てるで丸くする、ああいいですいいですいいです、はいはいはい。でもなんか一回しちゃうと自然にやってもこうなっちゃうんですけど。そうなんですよ、別に不自然な動きでは決してないんですですよね、はい、なのになんかゴルフ界ではこうフェース返すっていうねじった使い方っていうのは結構横行してるんで、うん、え、勝手にもうなっちゃいます、もう一回しちゃったら、いいじゃないですか、なんか自然になっちゃう、そういうもんなのかな。じゃあちょっと間詰めて、はい、待って、もうこう、はい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 、いいですいいです、間詰めて、あ、そう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 、はいはいはい、でちょっと間違いやすいのは、はい、インパクト前にこっちの形になっちゃうっていう状態です。あ、はいはい、これがいわゆるフリップなんですよ、うんうんうん、でインパクトしたあとフリップになるのが正解です。フリップって悪いもの扱いすごくされるんですけど、はい、実はタイミングによってはフリップの動きの方が理にかなってるので、フォローサイドはフリップでいいよっていう考え方ですね。あ、そう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 、はいはいはい、ライン出しか、おー出てるよ。これでこう左にグニャンってねじれる球っていうのは出なくなってくるんですね。そうですよね。あー、これはこれ今フェースがこっち返ってたんですよね。返ってました、今返ってましたはいはいはい、これ返ってないですね。これは返ってない、一回逆にこう反ったまま、はい、フェースの向き返していくとやっぱフックが出ていくんですよね。そうですね、球の曲がり、うん、はい、回転は出ちゃいますね、うん、あ、そう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 、なるほど、まっすぐ、あ、いいです、ね、でも意識したらこの回転タイプだとまっすぐ当てようって思っても結構難しいじゃないですか、はい、ここでまっすぐ当てようっていうの難しくって、うん、ライン出そうって思えば思うほど捕まっちゃったりとか、はいはいはい、結構するんですけど、これだとまっすぐ意識しやすいかも。なんかまっすぐ当てようと思ったらなんか当たる、勝手に。え、もうすごいじゃん、ね、すごいんだけど見た、今まっすぐ、面白い。じゃあこれライン出さない普通のスイングでもうどうなんですか。で僕が最近ライン出しっていうものがそもそもなくなっていくんじゃないかと思ってる節があって、はいはい、
コリン・モリカとかがそもそも普通のショットをこれで打ってるんで、はいはい、なのでライン出しが普通のショットになってるっていう、てかそもそもショットでライン出さない意味はないじゃないですか。そうなんですよ。なので全ショットライン出しなんですよ今の選手たちって。でフェースを返さないと飛ばないっていうのは嘘です。うーん、このスピードって、はい、この大きな回転のスピードと比べたら、うん、超ビビたるもんなんですよ。あってことは別にこれ殺したところで手首をちゃんとこう返してる中でフェースが返らないっていう、ちゃんとリリースがあってフェースが安定してるだったら距離ほぼ変わんないです。うん、もう全然いいっすね。え、ボールがあそこに固まりまくってる。あ、めっちゃ良くなったし、今結構副産物的なんですけど、はい、こういう使い方苦手っていうかできないって言ってたじゃないですか、はい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 、今右手こうやって使ったら、はい、左手ってそれに連動して動くんで、はい、なってますね。え、これに、はい、小靴になってます、はい、もうこれ苦手だなんですよ。コリン・モリカワみたいになってます。あ、なってるなってる。確かになってる。これめちゃめちゃライン出ますね。出そうですもんね。完璧です。うっそー。結構こう小靴って頑張るというか、はい、まあ、僕も小靴小靴言ってるんですけど、はいはい、小靴を頑張るっていうよりは、はい、手首をこう使いましょうっていうだけの話なんです。うん、でそれをここで小靴頑張ってそのままこっちも小靴でグリーンってやっちゃう方も結構いるんです。あ、それでした。あ、はい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 、こっからだから小靴なんてやったら余計引っ掛けちゃうんです。あ、そうですそうですそうです、これ間違いです。はいはい、脱力した中でヒンジがこうやって入ってくるっていうのが正しい使い方、ラインが出る使い方なんですね。なるほど、これ面白いぐらいライン出るね。よく言うのはさ、インパクトゾーンが長い方がまっすぐ行きますって言うじゃん、はいはいはい、そんなの分かってるよっていう。それでまた教えてもらえないんかなと思ったら今回出してくれました、小沢コーチが答えをこうですね。あ、はいはいはい、いいっす。あ、でもさ、気抜いたらやっぱこっちに行きそうになっちゃう時ある。返しそうになっちゃう。これすごいな、うんうんうん、ちょっと微妙に自分でも分かりますね、返しそうになっちゃう時。 OKOKOK。 ははは、あ、ちょ、どうですか。いや、でも手首もう完全にこっちからこう来てるんで。ですよね。これもう使い方としてはかなりラインが出やすい。ミスしてあれっていう感じ、うん、今ちょっと自分の中ではちょっと返っちゃったなって思ったんですよ、はいはいはい、けど、まあ、そこまででしたけど。そうか、なんかインパクトゾーンを長く長く長くってよく言ってたのが今日解決しました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。要するに手は返しててもフェースは返さないようにするという。そうですね、はいはい、素晴らしいです。私もこれで、ね、ピンをビシ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 狙っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではチェキラー。